夢は思いがけないいいことを呼び込むし、大きな不幸を招くこともある。真逆な二つの結果は、人の力で左右できるものじゃない。他人の夢から抜ける道は、時に一部の兆しを隠す。そして、人々はその兆しから、神が階段を上がったか、それとも落ちたかを知る。その兆しは、二人が互いの夢に現れる過程を意味するのだから。あらゆる夢追い人の最終的な目的は、互いの夢に現れる人たちを見つけて、できるだけ彼らを理解することなのかもしれない。ただ、互いの夢に現れる人は、二人だけじゃない時もある。例えば、今、この時。ここは、終焉の眉？おかしいな。マユの話だと、今の私は夢を見てるはず。何かが、マユとかすかに共鳴したのかな。そして、不安の波が暗礁にぶつかっては砕け、明るい光がそこから湧き上がり、潮のバラとして咲き出す。はーい。こんにちは。終焉の、律者。あんたは？ああ、それもそうか。まだ知らないんだね。じゃあ、終焉の律者に接するように。二欠の眉。この言葉で自己紹介してもいいかな。眉？うん。大げさな言い方かもしれないね。私は眉から生まれたわけでも、法要を実現しているわけでもない。それでも約10億光点の第三惑星の軌道周期の前に、私は確かに終焉と少し関わった。それから惑星が滅び、時間が停滞し、法要が終わり、全てがまた動き始めた。今日、あなたの夢に現れることができたのは、アンカーとリングの継承に不思議な事故が起きたから。じゃあ、あんたは宇宙人ってこと？ここに来たのは
私たちの助けが欲しいから？確かにそう言ってもいいと思う。でも太陽系で最も荒れ果てた星の一つである第四惑星、つまり惑星は外部からやってきた友達に報いることができないかもしれない。敬風、暴欲、参考、聖誉、請求、抑傷、格縁、召集、尾行、とか、食事、出演、十二級の加護を受ける世界の泡たちが、その手で新たな未来を作り出すことを願っている。ただ、漁師の海の満ち引きが一定じゃないからか、今日という運命の日に、私自身の転写に異常が起きた上に、無関係な二人を巻き込んでしまった。幸い、その異常は私にある奇跡をもたらした。夢を通してあなたとつながる唯一のチャンスを作ってくれた。コラリーとヘリア、第三惑星から来たこの子たちを知っている？